ここにある桜は大山桜という種類、ソメイヨシノに比べると色が少し濃いんです。そしてつぼみの時はかなり濃いピンクで、花が開くとほのかな紅色です。皇室に2001年愛子さまが誕生し、お祝いの気持ちで2001本植樹しました。その後数を増やし、今やなんと3000本もあるんです。このようにして真ん中あたりからぐるーっと見回しまして、桜の木々に囲まれるのもいいですし、上まで上がる小さな道もありますから、一番上まで上がって全体を見下ろすのもいいですね。中腹には吾妻屋もあります。現在三分咲き、例年ですとゴールデンウィーク頃に見頃ですから、今年はかなり早い開花です。浦磐梯北塩原村の桜峠、現在三分咲きというところです。ぜひ皆さんお越しください。